この顔覚えてらっしゃる方おりますかねえこれはですね昔テレビでやっていた「マネーの虎」っていう番組でに日本武道館でデビューライブをしたいという、まあ、アマチュアのミュージシャンさんがですね挑戦してきて1880万欲しいといとう風な形でで活動をスタートされたんですよで交渉する中で結局条件付きでこれマネーは獲得したんですよね。 で、その後、この方が日本武道館でデビューをしたっていうのは聞かないんですけども、実際、いろいろあったと思いますが、今日、令和6年の現在はどうされてるのかなと思いましてね、ちょっと調べてみました。それがこちらの方に出ています。えー、マネの虎、日本武道館デビューライブ、現在はどのように活動されていますかというタイトルで、チャット GPT にね、聞いてみたんですけども、 マネの虎に出演し、日本武道館でのデビューライブを実現させた、このなんとかさんという方ですね。この方は、その後も精力的に音楽活動を活動続けていますということで、今でもミュージシャンとしてやってるみたいですね。で、2010年には念願のメジャーデビューを果たし、現在はロックバンド、ザ・トラのボーカリストとして活動していますと。なるほど。また、ソロ活動も行い、ライブやイベントへの 出演、CD のリリースなど幅広い活動を展開していますとで2022年おこれ結構最近ですね2022年には自身の経験を綴った書籍「夢を諦めないマネーの虎からの挑戦」を出版し多くの人々に夢や目標を持つことの大切さを伝えていますとへえー、すごいじゃないですかマネーの虎での挑戦から10年以上経った現在もこの方は熱い情熱を持って音楽活動を続けています今後もさらなる 活躍が期待されていますということでしたけどもと情報はなんか削除されてるものばかりみたいですねこちらの方ね活動はどうしたんでしょうねうんまあこんな感じでオフィシャルブログの方もなくって YouTube もないということなんですけどもどうなってるんでしょうかちょっとねいろいろとその後のことを見てみたいなと思うんですけどねえー、それでね 今回この方の名前何て読むのか分かりませんけどもこの名前で検索をしてみましたそうするとですね「X」は生きてるみたいですねで書籍「ロックイズマイライフ、まあ、これも出版されてるというふうに出てきていてプロフィールで作家っていうふうになってるんですよねミュージシャンではないということです X の方ではミュージシャンって書かれてますねで、えー、こちら書籍も出されてるみたいです でもう一度夢を叶えたいとありますけども、夢は一度叶えたってことなんですかね。一度叶えたけども、さらにもう一度ってことなんでしょうか。でそれからあ、この方がこれこれチャンネルに出演して真相を劇役ということで、うーん、まあ、そういうこともするんでしょうね。で、まさかここまでやるとは、2ヶ月で CD を1000枚販売ということでね。 2ヶ月で手売りだけで1000枚売ったってのはすごいと思いますね。もうなるほどね。あ、これが今回の方の YouTube チャンネルですかね。ちょっとクリックしましょう。フォロワーが590人ってのはちょっと弱いと言いますか。これは何ということでしょうか。ああちょっとまだこの YouTube チャンネルの活動が全然ダメですね。これは。ダメって言ったらすいません。 再生数も、これが最高ですよね。うん。ちょっと厳しいんじゃないかなっていうところですね。うん。現実は厳しいってことですよ。これをやるのも別にね、何やってんだよって、いい年してっていうつもりはありません。現実は厳しいですね、やっぱね。うん。だから、マネーの虎に出て、 やる気もあってで、歌も歌えて知名度も上げたんですが出版をしてもいまいちちょっとパッとしてないっていう感じですかね、うん、はいまあ,あのいろんな現実がありますんでねあのこの何という方か分かりませんけどもこういった方のようにいくつになっても挑戦し何かね夢を追い続ける姿っていうのは私たちも失いたくないなぁと思うばかりでございますね。リバイバイルロック。うん。 ロロックンロールいいいと思いますよはいじゃあ今回以上です。私もちょっと気になったんでね「マネーの虎」の人ちょっと見てみました。